でっかくこういう感じの76のジジイだね。高松市でジムを経営する中尾達文さん76歳です。世間一般には後期高齢者にあたる年齢ですが、それを感じさせないこの肉体、今も日々の鍛錬は欠かしません。腹筋を鍛えるこちらのトレーニングでは、一見すると簡単そうに見えますが、記者が体験してみると、これやばい、あ、これすいません、手もじゃないですけど、普段から鍛えてないとできないと思いますね。徳島県出身の中尾さん、名古屋での大学時代に細かった体を鍛えようとトレーニングを始めます。その後パワーリフティングに出会い、26歳の時に全国大会で初優勝、以来18回の優勝を誇る実力の持ち主で、これまで50年以上自らの肉体と向き合い続けてきました。アジアでは私はもう負けたことがないけん、一回も。おぎゃーと生まれた赤ちゃんが10歳になるまで日本でずっと勝ち続けたんですね。23歳の時には培ったノウハウを広く伝えようと高松市にジムを立ち上げました。これまでに指導してきた人数は延べおよそ6500人に上ります。現在も自ら考案したトレーニング方法の特許を取るなど、向上心は衰えることを知りません。できんかったですね、はい。まあ、先生のご指導で徐々に体が70年間かけて元気になりました。よく食べ、よく話し、よく鍛えることが元気の秘訣と話す中尾さん、体が許す限りジムでの指導を続けたいと考えています。ずっと日々鍛錬でもう50年やってますから、自分が持っとる経験値を伝えていくっていうか、そういうことを職場でも会社でも地域でもやっていったら、必ず人材育成は達成できると思いますし、このフィットネスのブームに対していくらかでも自分のまあやりたいっていうことを通していって、指導の一助にしていきたいなと思って。トレーニングを愛し、トレーニングに愛された中尾さんの挑戦はこれからも続きます。